こんにちは、Rです。スプラトゥーン噂調査団の団長 R でございます。今日もですね、いただいてるネタを調べていきましょう。今日はですね、なるほど、確かにこれはもらってなかったかなっていうネタなんですが、こちらです。じゃじゃーん、コーンシロさん、ありがとうございます。 R さん、小ネタです。やってたらすみません。初期の服、かっこ若葉 T はイカって書いてます。タコ T の場合はタコって書いてあります。調査お願いします。なるほどね。あ、なんかイカは見たような気がするけど、タコはどうなんかな。ちょっと見てよ。オッケー。よいしょ。初期 T ね。初期 T。服だね。どこだ？イカ、イカ、タコ、タコ。これか。バッチ邪魔だな。なんでこれバッチついてんだ？待ってよ、こっちの方だと、あ、確かにこうタコっぽい感じはするね。イカはもっとわかりやすかったような気がするな。イカ、イカ。イカのシャツ、これは？タコティ。これかな？あ、これだ。これ、ひらがなでタコって書いてあるわ。さっきのはカタカナっぽかったよね。タコみたいな。これだね。タコティだね。で、イカティは？イカティは、これこれ。これもね、カタカナのイカよね。イカ。もっとなんかイカっぽいのあったような気がしたけどな。俺持ってないんかな。あったよね。あったあった。それは見たよ。見たけど、どこにあるかは不明ですね。ないかもしんない。ブランドかな。タコティと一緒のブランドかな。ブランドでまとめてみました。持ってなさそうですね。当たりメイド。これはでもタコだね。で、これタコ。これもイカ。これスプラトゥーンワールドチャンピオンシップ。うわ、メカメカしいね。そっか、さっきなんかすげえ可愛いのあったな。なんだなんだ。なんかイカがバンドやりおるみたいな。どっかにあったよ。ああ、これ。どこだどこだ。あ、これ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 、ほら。ハワイだね。オッケー。最初のイカティ持ってないのか、俺。よし。あ、なんかこれかっこいいな。このスタイル。リベンジ？リベンジ？リベンジはちょっとどうかな。使いにくいのかな。オッケー、戻りましょう。はい、戻ってきました。イカとかタコとか書いてありましたね。オッケー。ギアに関する小ネタね、まだまだ多分いろいろあると思いますので、ぜひ見つけたら教えてください。スプラトゥーン噂調査団では今回のようなネタも募集をしております。なのでね、コメント欄で教えていただければありがたいです。じゃあ今日は短めですが、こちらで終わります。じゃあね、バイバイ。オッケー。